足ポチヤマガメは、爬虫甲カメモクイシガメかアメリカヤマガメ属に分類されるカメ。アメリカヤマガメ属の模式種。最大高長24.8センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは高長20センチメートル未満。背甲の色彩は黒や暗褐色で、反紋が入らない。左右の甲換板の間にはごく浅い切れ込みが入る。 復興の色彩は黒や暗褐色で、外縁や甲板の継ぎ目は炭光色や炭光褐色。頭部はやや小型。粉炭はやや突出し、上顎の先端は浅く凹む。光彩は緑や暗黄色、褐色。頭部の色彩は黒や暗褐色で、頭部には黄色や大色、赤の斑点や筋模様が入る。粉炭と目の間に、 名色の反紋が入り、粉炭から口角にかけて筋模様が入る個体が多い。下顎や喉の色彩は単酵色で、下顎には暗色の反転が入るが喉には反紋が入らない。指跡の間には水かきが発達する。頸部や四肢の色彩は暗灰色や暗褐色で、側頭部から頸部にかけて黄色い数本の筋模様と反転が破線状に入る。 獅子には黄色や大色の斑点が入る。種小苗プンクッチレリアは斑点のあるのいで獅子の斑点に由来し、和苗足ポチや英名スポットレガドも獅子の斑点に由来する。卵は長径5.9から7.4センチメートル、短径3.4から4センチメートル。孵化直後の幼体は高長5.8センチメートル。幼体はあばら甲板に、 気化色の筋模様が入る個体もいるが、成長に伴い消失する。オスは、肺高がややドーム状に盛り上がる。羊体やメスは、肺高が、やや高いドーム状に盛り上がる。カンムリヤマガメやクロムネヤマガメを足とする説もあったが、分布が重複しないこと、色彩や反問に差異があること、中間型の個体がいないこと、分子系統学的解析などから、この2種は、 独立種とする説が有力である。各 DNA とミトコンドリア DNA の分子系統学的解析から、アメリカヤマガメ族内では、カンムリヤマガメ、クロムネヤマガメ、ハナトガリヤマガメ、ハラスジヤマガメ、ミヤマガメと単系統群を形成すると推定されている。頭部の反問がつながり、バテ状になる個体が、アシュ、アルピールの他として記載されたことがあるが、 元種の死のに無とされる。森林、氾濫、原、干拓地や農耕地、市街地内の河川、湖沼、湿原、水たまり、運河や、水路などの様々な環境に生息する。半水性。日光浴を好むが、夜間に陸上で採食を行うこともある。植生は雑食で、この葉、果実、水生植物、昆虫などを食べた例がある。 繁殖形態は卵生。地面のくぼみや木の根元、落ち葉に1回に1から2個の卵を数回に分けて産む。産卵時には穴を掘らずに、卵を直接産んでそのままにするか薄く、落ち葉をかける。生息地では、食用や薬用にされたり、民芸品の材料とされることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 1960年代から輸入されているが、流通量は減少している。主にガイアナヤスリナムから野生個体が流通する。ありがとうございます。